はい、丸子さん。はい。お疲れ様です。こんにちは。今日は何でしたっけ？今日も。はい。中古車の。中古車の。はい。ご紹介で。ということで、はい、僕の行きつけの中谷自動車さんにやってまいりました。はい。トイレ、今日担当していただくのが。はい。営業の山中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。で、今日ご紹介のお車。はい。こちらですよね。はい、そうですね。ちょっと写真で見ていただきましょうか。はい。はい。これは何というお車ですか？はい。ホンダさんのステップワゴンスパーダーですね。ですよね、はい、あの大人気の、大人気のミニバン、はい、7人か8人か乗れるやつ、はい、これ何人乗りですか？8人乗りですね。8人乗りの方ですね、はい、じゃあ真ん中がスタンダードな、はい、偉そうなやつではないやつ、偉そうなやつではないでないやつでスタンダード、はい、でも8人乗れる方がいいですよね。いいですもんね、いざって時ね。ですよね、はい、じゃあいきなりなんですけど、はい、お値段をお聞きしていいですか？いきますか、いきなり、はい、車両本体価格おいくらですか？はい、税込み65万円です。安っ。え、めっちゃ安いじゃないですか。でしょ。大人気のミニバンですよね、はい、そうですね。ホンダ自慢のステップワゴン、はい、しかもスパーダ、はい、これちょっと怪しいですね。怪しいですか？怪しいですね。怪しいですか？ちょっといろいろ聞いていきますね、はい、まずこちら年式は、はい、平成24年3月ということは何年落ちですか？そうですね、11年ですね。11年、はい、あ、まあまあ経ってますね。まあまあ経ってますね。まあまあ経ってますね。まあまあ経ってます。じゃあ距離心配ですね。そうですね。走行距離はどれぐらいなんですか？はい、93,500キロ。まあまあ走ってますね。まあまあ走りましたね。10万でもちょっと行ってないですね。ちょっと行ってないですよね。ギリギリセーフですね。ギリギリですね。じゃあこちらグレードは？グレードが Z グレードですね。 Z ですね、はい、Z というのはどれぐらいの？大体真ん中ぐらいですね。真ん中なんですね。ちょうど真ん中、はい、ただですね、はい、4WD。 あ、そうなんですか、はい、4駆ですか？4駆なんですよ。じゃあいいじゃないですか。そうですよね。 Z でもいい方ですね。はい。でこちら車検はいつまで残ってますか？車検がですね、はい、あの車検ついてないです。あ、今現状ついてなくての私で。いや、もうそれが、はい、車検をつけて受け渡しですよね。当たり前ですよね。当たり前ですね。ということは2年丸々車検つきましたね。はいですね。じゃあちょっとね、はい、ざっと外装を見ていただいたんですけど、はい、傷あります？傷、まあ、ちょこちょこはやっぱりね、あります、ね、年数経ってますからね。じゃあちょっとそこを見させていただきましょうか。はい、そうですね、年数と距離が経ってるんで、はい、ちょっとちょこちょこ細かいとこはあるんですけど、あ、まあまあ確かにね、それは言い出したらキリないですからね。ちょっと気になるところでちょっと言うときますね、はい、まずは1点ここですね。あ、ここですね。はい。あ、そうか、ちょっと当たってますね。そうですね。この上の部分と、はい、でこの下の部分、そうですね、はい、ここちょっと当たってますね。はい。じゃあ他は？あ、他はないですね。あ、ないんですか？はい。え、ここだけですか？そうなんですよ。あ、優秀じゃないですか？そうなんですよ。お値段からして、はい、もっと大きな傷があると思ったんですけど。思いますよね。じゃあ逆に怪しいじゃないですか？怪しくないです。怪しくはないですか？怪しくないです。ただ傷はここだけと。はい、そうです。じゃあ内装ですね。はい、行きましょうか。内装怪しいですね。怪しくはないけど内装見てみましょうか。はい、お願いします。内装見ますよ。はい、はい、内装こんな感じです。そうですね。あ、スパーダの内装めっちゃかっこいいじゃないですか。かっこいいですよね。いや、これで綺麗じゃないですか。そうなんですよ。いや、お値段からして、はい、もっとボロボロかなと思ったんですけど。それ大丈夫です。シートも綺麗ですね。そうですね、全然問題ないじゃないですか。問題ないです。これで座り心地はどうなんですか？座り心地は全く問題ないですね。シートのへたりもなし。ないですね、これね。外装も傷は1個だけ、はい、内装も綺麗。綺麗。シートもへたりなし。へたりないですね、これ。これめっちゃ掘り出しもんじゃないですか。ですね。いいですね。掘り出してきましたね。来ましたね、これ、ね。来ましたね。来ましたね。じゃあホンダ自慢のエンジン音ですね、はい、ちょっと聞きたいですね。そうですね。かかり具合のチェックも兼ねて、はい、ちょっとかけてみましょうか。じゃあちょっとかけますね。はい、お願いします。はい。はなさそうですね。問題ないですね。問題なしで、はい、で ETC ついてますね。ね、声聞こえましたね。声聞こえましたね。ね、ETC どこにあるんですか？ ETC はこちらですね。え、どこですか？あ、ここですね。あ、ここですか？はい。あ、ここですね。はい、ETC ここにちゃんとありますね。はい、あります。あとどんな装備ついてます？あとはナビと。あ、ナビがついてます。はい。あ、こちらですね。そうです。あ、これホンダの純正のナビですよね。はい。純正ナビですので、はいはいはい、こちらにね、どちらにですか？この下側に、はい、ここ、はいはい、ビデオ端子、ビデオのね、あ、ほんまやほんまや。じゃあゲームとかもできるじゃないですか。そうですね、できますね、ゲームね。あとですね、はい、USB と、なるほどなるほど、はい、でこちらにシガーソケットも、あ、なるほどね、はい、ついております。3点セットですね。3点セットですね、がついてますね。そうですね。あとどんなもんついてます？あとですね、はい、こちらにレーダーついてます。あ、ほんまや、レーダーついてる。はい、めっちゃいいじゃないですか。そうですね、安心ですね。それとですね、はい、こちら、はい、どちら
こちらですね、こちらドライブレコーダー、はい、あ、ほんまや、ドライブレコーダーついてる。はい、ついてます。じゃあ今日も最後のおねだりはなしですね、はい、なしですね。ちなみにこれはバックカメラついてるんですか、はい、あ、バックカメラついてますよ。ついてるんですか、はい、ちょっとバック入れてもらいましょうか。入れますよ、はい、はい、あ、ほんまや、ちゃんと映ってますね、はい、問題なしですね。問題ないです。前はそんなもんですかね。そうですね。ほんならちょっと後ろの座席も見ましょうか、はい、そうですね。じゃあちょっと開けてもらって、はい、じゃあちょっと後ろ開けますね。あ、もしかしてパワースライドドアですか、はい、そうなんですよ。これは片側ですか両方ですか。両方なんです。両方ですね、はい、ほんなら、はい、助手席側、はい、運転席側、はい、ちょっと連続で開けていただいていいですか。はい、わかりました。じゃあ開けます。両方開きましたね。開きましたね。タイミングで開きましたね。そうですか。息バッチリですね。息バッチリですね。これで後ろも綺麗ですね。そうですね。11年経ってるとは思えない。そうですね。これで広いですね。広いですよね。やっぱり広いですよね。はい。じゃあ3列目も見てみましょうか。はい。はい、3列目。はい。あれ、山中さん。はい。3列目シートないじゃないですか。あ、そうか。ステップワゴンやのに、はい、5人乗りやから安いんですね。いや、違います。ちゃうんですか。ちゃいますよ。シートなかったじゃないですか。はい、なかったですね、さっきね。なかったでしょ。はい、が5人乗りなんでしょ。いや、これ8人乗りなんですよ。ほんまですか。はい。あ、そうか、雑魚寝ですか。雑魚寝じゃない、雑魚寝。雑魚座りですか。雑魚座りじゃないです。じゃなくてシートなかったですよ。シート出てきます。隠れてたんですか。隠れてます。ほんまですか。はい、ちょっと見たいですね。はい、じゃあちょっと後ろ開けてもらいましょうか。はい、ちょっと開けますね。はい、お願いします。はい。やっぱりないじゃないですか。ですね、まあ、その分広いですけど。その分広いですけどね。で、だいたい後ろのシートって跳ね上げじゃないですか、はい、横回り。だいたい跳ね上げ多いですよね。でもないですよ。ないですよね。横にないですよ。ないですよね。もしかしてここですか。なんかこれ怪しいですね。なんか怪しいですね。なんかね、なんか書いてますもんね。なんか書いてますね。じゃあちょっとシート出してもらっていいですか。行きましょうか。はい、まずここですね、はい、ここ。あ、なるほど、はい、このサイド、はい、で、これを外してもらいます。服になってますね。なるほどなるほど。外していただいて、するとこれがこういう形で。あら、不思議ですね。ね、出てきましたね。出てきましたね。はい。あとは座面を。座面を起こしていただくと。ああ、なるほどなるほど、はい。そちらも起こしますね。あ、そうですね。じゃあ起こしますね。はい。こちらをこういう形で。はい。あ、すごいすごい。シート出てきましたね。はい、出てきましたね。すごいですね。ね。しかもここにね、はい、荷物いっぱい乗せれそうですね。乗せれるスペース出てきましたしね。そうですね。最近のミニバンってようできてますね。よう考えられてますよね。考えてますね。すごいですね。ねえ。ということで、はい、今回は中古車、はい、ホンダステップワゴンスパーダの紹介でした、はいはい。ちょっとまとめますね。はい、まずこちら年式は、はい、平成24年3月ですね。で、走行距離は9万3500キロ。で、グレードは Z グレードの4駆になりますね。で、車検はいつまでついてましたか。2年間丸々お付けしてお渡します。受け渡しですね。はい。で、車両本体価格おいくらでしたか、はい、税込み65万円。安いですね。ですね。ただね、はい、車検込みの支払い総額ですね、はい、これはおいくらになるんでしょうか。はい、税込み89万円です、ね、安っ。めっちゃ安いじゃないですか。ですね。ホンダのステップワゴンスパーダでしょ、はい、大人気のミニバンじゃないですか。そうですよね。100万切るどころか、はい、90万も切りましたね。切りましたね。90万円で1万円もお釣り来ましたね。来ましたね。ガソリン満タンできますかね。できますかね。今ちょっとガソリン高いからね。ちょっと高いからね。ちょっと足らんか分かんないですけど、ね、ほぼほぼ、ね、結構入りますね、ガソリンね。はい、いけると思います。で、今回ね、はい、ドライブレコーダーついてるんで、はい、おねだりはなしということで。はい、そうですね。ただですね、大阪府以外の登録の方は別途費用をいただけます。はい、ということで、はい、今回は中古車、はい、ホンダステップワゴンスパーダの紹介でした。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。